こんにちは、ヒロさんチャンネルのヒロキです。本日なんですけれども、逆質問について徹底的に解説していこうと思います。面接の最後に必ずある、最後に何か聞きたいことあれば何でも聞いてください、こういう逆質問あると思うんですけれども、これって何のためにあるのかとか、何聞けばいいのかとか、逆に何か聞いちゃダメなことってあるのとか、きっとそういう疑問ですね、持つ方多いんじゃないかなと思うので、この動画1本でその悩みが全部解決していけるような、そんな構成にしておりますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。では早速、逆質問は何のためにあるのかからいこうと思います。これはですね、もうシンプルなんですけれども、疑問を解消するためにあります。やっぱり就職活動している中で、その会社のこととか、その仕事のこととか、業界のこととか、分かんないことってたくさんあると思うんですね。で、そういうものをしっかり解消することによって、お互いにとってミスマッチない就職活動になるようにしていこうと、そういうふうな目的で逆質問があります。皆さんが気になるのは、逆質問で何を聞けば受かるの、これが皆さんは知りたいことなんじゃないかなと思うんですが、最初にですね、がっかりさせてしまう情報になるんですが、逆質問の質問次第で面接の合否が覆ることっていうのはあまりないです。その面接の合否は逆質問の前までで決まっていることがほとんどになります。じゃあ意味ないじゃんって思っちゃったかもしれないんですけど、そんなことなくて、次の面接の合否に大きく関わるのが逆質問での情報収集になります。これってどういうことかというと、面接が次の二次面接とか最終面接とか前に進むほど志望度の高さが見られるようになります。その志望度の高さを伝えるためには、詳しい情報を知っていることが重要になるので、その情報を収集するために逆質問が存在しています。今日の動画の後半では、よくある逆質問を F から S でランク付けします。 F ランクは聞いたらお見送りになるレベルです。 C から D ランクは、まあこれは聞かない方がいいかな、質問の方向性を変えた方がいいかなという質問になります。ですが、一発で落ちるというレベルではないです。 B ランクは全ての面接で聞くほどではないですが、それを聞くことによって未来の面接で生きる情報を得ることができます。 A ランクや S ランクの質問は、それを聞くことによって次以降の面接で具体的な内容が伝えられる、差別化につながるような情報を得ることができるので、積極的に聞くと良い質問になります。ぜひこの情報をもとに、自分が聞こうかなと思っている逆質問をブラッシュアップしていただければと思います。ではそれでは早速 F ランクからやっていこうと思います。 F ランクの質問、まず一つ目はこれです。ワークライフバランスは御社では取れるでしょうか、とか、残業時間は何時間ですか、というような質問は F から E ランクの結構厳しい質問になるかなと思います。すごく気になる質問だと思うんですけれども、ワークライフバランス系だったり残業を気にするような質問っていうのは、成長意欲あんまり高くないのかなと思われる傾向が強いので、あまり逆質問では聞かない方が良いと思います。でもこれは重要なことなので、逆質問じゃない場所、例えばネットの情報だったりだとか、 OGOB 訪問を通じて確認することによって、自分が入った後に働ける、そんな会社だなっていう判断をしていくのが重要だと思います。次は D ランクの質問になるんですが、大学時代は〇〇というアルバイトだったり〇〇という経験をしてきたんですが、それは御社で活かせますか、これは D ランクの質問になります。この質問惜しいんですよ。ちょっと変えるだけで B とかA ランクになるんですけど、この聞き方だとあまりいい印象は持たれづらかったりします。この質問どうなれば良いかというと、私はこういう経験をしてきたので、御社のこの仕事ってこういう能力が必要だと思うので、そこを活かせるんじゃないかなと思ってるんですが、その点いかがですか、こういう聞き方をすると自分の考えだったり仮説を相手に伝えた上で確認という形になるんでいいんですが、それがない状態でこの経験どうですかって丸投げしているような状態っていうのは、あまりいい印象を持ってもらいづらかったりするんで、この質問に限らずなんですけれども、自分なりの考え仮説を入れて質問する、伝えるっていうことを意識するとグッとパワーアップできると思います。次は D ランクの質問になるんですが、それはこちらです。1日の仕事の流れを教えてください。これなぜ D ランクかみたいなところでいくと、ぶっちゃけ毎日の仕事って全然違うんですよ。定型的な業務を毎日繰り返していくみたいな、そういったルーチンワークの場合は答えやすいんですけれども、そうじゃない仕事の場合、毎日の流れって変わることの方が多いんですね。なのでこれだよっていうことが実態と合うかっていうと、あんまり違うんだよなと思いながら答えざるを得ない質問になりやすいという意味で微妙というのが1点と、
あともう一つ、この情報をもらったとてそれを次の選考で使えるようなネタになるかというとあんまり使いづらい。御社の一日の働き方はこんな感じなんですごく御社がいいと思いましたみたいなことを言うかっていうと、一日の働き方って、まあ、同業他社でも同じ職種であれば正直そんなに変わらないことが多いものだったりするんで、それによって内定に近づくかどうかっていうとそうでもないし、面接官がすごく答えやすいかっていうとそうでもないことが多い職種によりますがっていうような質問なんで、正直これは面接で聞くというよりかは、まあ OGOB 訪問で気になったら聞くくらいな感じがいいんじゃないかなと思います。続いての質問、 C ランクになるんですけれども、評価制度を教えてくださいという質問になります。逆質問でのポイントなんですけれども、相手が答えやすい質問をするっていうのが非常に重要になります。評価制度の詳しい部分って評価者は理解しているので、評価者に対して聞くのであれば、例えばマネージャーとか部長とかそういうクラスの人が面接官の場合は、うちはこういう基準で評価してるよっていうのをバチって伝えれたりするんですけれども、現場クラスの方って評価制度とかあんまり理解してない人も多いんですよ。とか人事も知らないことって多いです。人事で採用を担当するけど評価は配属されてる部署のマネージャーがやるよみたいなケースって多かったりするんで、それ聞かれても正直答えづらいななんてことって多いんですね。でもちろんですね、聞かれたことには答えるんでどうにかこうにかうまいことを言ってくれるんですけれども、その確信を持つような回答ってなかなかしづらかったりするんで、そういう聞き方するよりも答えやすい聞き方、例えば御社でどんな人が活躍してるか教えてくださいみたいな聞き方をすれば、どんな人活躍してるかっていうのはみんな結構把握してたりするんで、あの人活躍してるからあの人イメージして答えようっていう風に答えやすくなるので、こっちの聞き方の方が相手にとっていいんじゃないかなと思います。で、さらにこれもどんな人活躍してますかっていうような丸投げの質問にするんじゃなくて、プラスアルファで御社の仕事ではこういうことが大切になると思うんで、こんな人が活躍するんじゃないかなと私は思ってるんですが、実際に活躍してる方っていうのはどういった方でしょうか、そういった仮説を入れることによって A とか S ランクの質問になっていくと思います。この質問のいいところは次の面接でもめちゃくちゃ使えるというところがいい部分になります。どんな人活躍してるかっていうのを情報としてしっかりインプットすれば、次の面接で私はこんな取り組み方をしてこんな成果を上げれる人になりたいんですっていう、そこで聞いたことを志望動機とか将来のキャリアプランのところで入れ込んでいくと、おお分かってるね、 それがうちでやってほしいことなんだよっていう風に次の面接の部長だったり役員を思ってくれやすくなるんで、そういう内定につながりやすいすごく良い質問になるかなと思います。次も C ランクの質問になるんですが、それはこちらです。御社の企業理念である〇〇が浸透している場面を教えてください。これは C ランクになります。これなんでかっていうと、結論ですね、企業理念ってどの会社にもあるんですけれども、ぶっちゃけ浸透してないことが9割なんですよ。日々仕事する上で企業理念とそういうのってあんまり考えてない会社がほとんどなんで、それ言われた時に回答しづらい、どんなのあるかなという風になって、まあとりあえずなんか答えなきゃ、あこれかなみたいな中途半端な回答になっちゃう、相手が答えづらい質問になっちゃうみたいなところが結構発生する可能性があります。どうすればよいかっていうところなんですけれども、その会社がめちゃくちゃ理念を重視している会社で、そこの浸透がうちの売りですよみたいな、そういうやり方をしている会社の場合はこういった質問しても全然大丈夫だったりしますし、あと聞くにしても現場のメンバークラスではなくて役員とか部長とかそういう人であれば、しっかりそういう理念とかを踏まえた行動しているケースが多かったりするんで、なので聞く相手を選んだりだとか、会社の方向性に合わせて聞くというふうにするとランクがグイッと上がっていく、そんなイメージになります。次は C ランクの質問になります。最近御社のニュースで〇〇というものを見かけたんですが、それについて詳しく教えてください。これは C ランクになります。ちゃんとその会社のことを調べてるよっていうアピールにつながるいい質問なんじゃないかなと思ってする人多いと思います。なんですが微妙なんですよ。なんで微妙かという部分なんですけれども、自社のニュースのことをちゃんと把握してる人ばかりかというと、実際の仕事の現場だとそんなに分かってない人の方が多かったりします。特に大きい会社だといろんなニュースが飛び交うので、その全てを全員が把握してるかというと把握してなかったりします。なので使える場所としては
例えば経営者クラスの人が部長とかマネージャークラスであれば前者のこととかを比較的広く把握していることが多いので、そういった人に質問するとか、その部長の部署のニュースに関することを当てに行くという形であれば、そうそうそうよく分かってるねというふうに言ってもらえるんですけれども、全然違う部署のニュースとかを言われたとしても、そのメンバークラスとかだったら把握してなかったりするので、そうなると回答しづらい質問になってしまうんで、使い勝手が結構難しい質問だなということで C ランクになります。続いては B ランク、結構いい質問になるんですが、それは競合他社と比べて御社の強みは何ですか、弱みは何ですかという質問になります。これはどういう点が良いかっていうところなんですけれども、ここで得た情報っていうのは次の面接で使う志望動機に組み込みやすいんですね。なぜ同業他社ではなくて御社がいいのかというと〇〇です。この〇〇の情報を得るために、この強みの情報とかっていうのはすごく良くなります。また面接でもうちの弱みって何だと思うっていうのが聞かれることっていうのは、面接の後半になればなるほど会社の理解度を確認するために聞かれるんですが、その時にここが弱みなんじゃないかなと思ってますっていう答えるネタを得るという意味で弱みを聞くというのも効果的だと思います。で、聞き方のポイントなんですけれども、ここもしっかり仮説を入れて伝えていくのが重要になります。ただ強みを教えてください、弱みを教えてくださいという、そういう質問の仕方ではなくて、私が思う御社の競合他社との差別化ポイントは〇〇じゃないかなと思ってるんですが、〇〇さんが思う強みって何ですかみたいな聞き方をすると良いです。で、こういう聞き方するときにですね、間違ってることを言っちゃったらマイナスの評価されるんじゃないかなって不安になる人いると思うんですけど、その心配全然しなくて大丈夫です。働いたことがないのに、その会社の内部の詳しい強みとか弱みまで分かんないことって普通なんですよ。で、人事は分かってるんで、ちょっと違ったとしても、あ、そういった側面もありますし、あとですね、こういう部分もあるんですよみたいな感じで柔らかく返してくれるんで、その全然違うよみたいな否定されるなんてことって面接の場によってあんまりないので、そんなに心配しなくて大丈夫です。でも、そういう場面でめちゃくちゃ否定するような人事がいた場合とか面接官がいた場合は、その会社はちょっとやばいんで、危険な会社かもな、ブラックかもなというふうに黄色信号を灯らせておく方がいいんじゃないかなと思います。次は A ランクの質問です。御社で働く際に最も大事なことは何ですか。この質問は次の質問で、御社で働いたらこういうことが大切になると思うんですが、私はそこでみたいな使い方ができるのでいい質問になります。で、もちろん聞くときには自分なりの仮説、こういうことが大切になると思うんですがっていうのを入れた上で聞くと良いでしょう。また同じように次も A ランクの質問になります。それは〇〇さんはなぜこの会社に入社されたんですかという面接官に対するパーソナルな質問で、その中でも入社理由を問う質問っていうのは S ランクの質問になります。なぜ良いかというと、面接官のパーソナルなことを聞く質問っていうのは基本的に良いことが多いです。なぜかというとですね、答えやすいからです。自分のことって自分が一番分かってるんで答えやすい質問なんで、そういった意味でまず良いっていうのが一つと、もう一つ入社理由というところを聞くと、いろんな選考で会う方にですね、これどんどん聞いていくと、どんな理由で入っている会社なのかっていうのが分かるので、そこで共通点が見えてくると、御社の方何人と話して皆さんがこういう理由で入社されている、本当にで入った後も実際にその希望が叶っているというふうに伺った時に、私も御社でこう思いましたみたいな感じで、社員の生の声という形で入社理由からの未来の話につなげていける質問なので、非常に良い質問なんじゃないかなと思います。次も A から S ランク、かなりいい質問なんですけれども、仕事内容を詳しく教えてくださいという質問になります。これはなぜいいか、もう皆さんイメージつくと思うんですけれども、仕事内容を詳しく理解すれば、それをもとに次の面接でこういう仕事だと思うんで、そこで力を発揮するにはこれが大事だと思いますという話ができたり、こういう仕事の大変さがあると思うんですが、だからこそそこに挑戦することで自らを成長させていきたいですみたいな具体的な使い方ができるという意味で、仕事内容について詳しく聞くというのは非常に大切になります。で、この時にですね、注意点があるんでそこをお伝えできればと思うんですけれども、志望部署って皆さんあると思うんですよ。で、その志望部署の仕事内容について教えてくださいみたいに聞くってなると、ちょっと注意点がありまして、その志望部署の仕事内容を知らない人に聞いても答えづらい質問になってしまうんですね。なので、その人がどういう部署で働いているかという情報を仕入れた上で聞くっていうことが重要になります。またその人が自分の行きたい部署について詳しく知らなさそうであれば、そのタイミングで聞くのはやめて、別のタイミング、例えば OB、OG 訪問で志望部署で働いている人とつないでもらったりとか、コンタクトを取って教えてもらうみたいな方が
いいんじゃないかなと思います。で次もですね A から S ランクの質問になるんですが、それはやりがいを感じた瞬間を教えてくださいという質問になります。これもですね今までと同様にこの質問に対する具体的な回答を得ることで次の面接で御社の仕事ってこんなすごいやりがいが感じられるというふうに社員の方々に聞いておりますみたいな具体的な情報として使えるので非常に内定につながりやすい良い質問になります。この質問をする時の注意点っていうのは今までと同じなんですけれども、自分なりの仮説、その仕事をすればこんなやりがいがあるんじゃないかなと私は思ってるんですがというのを入れた上で聞くということが大切になります。続いては S ランクの質問になるんですが、それは御社の中ですごく高く評価されている方がどのような実績を出したことによって評価されているのか教えてください。この質問なぜいいかというと、次の面接とか最終面接とかでめちゃくちゃ使える情報になるんです。どういうことかというと、よく聞かれるのがキャリアパスを教えてくださいとか将来の理想度を教えてください、こう聞かれることって多いですが、多くの人はすごく抽象的な回答になりがちなんですね。例えばお客様のニーズに応えることによって実績を積み重ねて何年後にはこんなポジションになってたりです。みんなそういう回答します。でもそこで抽象的なお客様のニーズに応えるとかではなくて、〇〇というような実績を何年目には出すことによってこうなりたいです、ここの具体的な情報を例えば3年後5年後10年後とかでしっかり持つことができていれば、それを伝えればおうちの会社の A 社員と同じような方向性で結果を出そうと思ってくれてるな、うちで活躍してくれそうだなみたいな具体的なことを伝えることによって相手からも活躍イメージを持ってもらいやすくなるので差別化できる内容として使います。最後に私が個人的にこの質問いいなと思っているのが、今日の面接のフィードバックをいただけますかっていう質問、これは私すごくいいなというふうに思ってます。基本的に面接落ちたとしてもここが良くなかったよっていうのは落ちた時って言ってもらえなくて、まあお祈りメールが来ておしまいっていうのが就活の一般的なことなんですけれども、やっぱりそれだと自分だけだと何が悪いのかどう改善したらいいのかって分かんなかったりするんですね。でも面接官は心の中では分かってるんですよ、ここが良くなかったな、もっとこうしたらいいのにな、もったいないなっていうのを確実に思ってます。なんですけどそれを面接の場でストレートに言っちゃうと、なんか SNS で書き込まれるんじゃないかなとか、嫌な思いさせるんじゃないかなとか、そういうのを思ってるんで、面接では当たり障りないことしか言わないんですよ。もしくはポジティブなことしか言わないっていうのが一般的だったりするんですが、そのフィードバック、ネガティブなものも含めてもらえるっていうのは、自分のそっから先の選考とか就職活動にめちゃくちゃ生きる情報になるんで、今日の面接のフィードバックいただけたら嬉しいですっていうのを聞くっていうのはすごくいいんじゃないかなと思います。でこの質問を聞くのであれば、最終面接とか面接の後半で聞くっていうよりかは、その一次面接とかその前半の部分で聞いていくといいんじゃないかなと思います。このように今日は逆質問について徹底的に解説していきました。この逆質問って聞き方どうだろうなっていう不安があれば、それはですね、こちらのキャリエモンというサービスで質問無料で受け付けているので、何でも聞いていただければ回答します。皆さんの就職活動が成功することを心より応援しています。最後まで見ていただきありがとうございました。